イーサン・オルブライトは、ノースカロライナ州グリーンズボロ出身のアメリカンフットボール選手。1995年から2010年まで NFL の4チームでプレーした。ポジションは、ロングスナッパー。2007年には、プロボールに選ばれている。バッファロービルズ時代の1996年9月1日から、 ワシントン・レッドスキンズ時代の2010年1月3日まで230試合に連続出場している。高校時代はアメリカンフットボールの他にバスケットボール、野球を行った。ノースカロライナ大学では当初タイトエンドとしてプレーしたが、その後オフェンシブタックルにコンバートされ、1993年アトランティックコーストカンファレンスのファーストチームに選ばれた。 またロングスナッパーも務めた。1994年、ドラフト外フリーエージェントで、マイアミドルフィンズと契約し10試合に出場した後、カットされ残りシーズンを、グリーンベイパッカーズのプラクティススクワッドで過ごした。1995年11月、故障者リスト入りした。1996年に、バッファロービルズに加入、2000年まで5シーズンを過ごした。 2001年6月3日、サラリーキャップを開けるため、バッファロービルズから放出され、その後ワシントン・レッドスキンズと契約を結んだ。2005年3月3日、レッドスキンズと再契約を結んだ。2006年2月、レッドスキンズと再契約を結んだ。2007年に、初のプロボールに選ばれた。 プロボールではこの年シーズン中に殺された、ショーン・テイラーの背番号21を、チームメイトのクリス・クーリー、クリス・サミュエルズと共につけてプレーした。2008年2月、レッドスキンズと再契約を結んだ。2009年2月13日にも、レッドスキンズと1年の再契約を結んだ。2010年、レッドスキンズは若返りを図り、 オルブライトと再契約を結ばなかった。9月28日、1994年から2010年まで、ロングスナッパーを務めていた、デビッド・ビン、その後獲得されたライアン・ニールが揃って、故障者リスト入りした、サンディエゴ・チャージャーズと契約を結んだが、2週間後の10月13日に、チャージャーズから解雇された。 EA スポーツのマッデン NFL の2007年版で99点中53点と、全選手中最低の格付けがなされた。これは、インターネット上のミームとなった。この評価について、レッドスキンズの同僚、クリス・サミュエルズはオルブライトは、他のロングスナッパーより優れており、フェアではないと語った。ありがとうございます。